スペースビズ編集長の太田です。編集長の時事ネタ砲弾は、私の気になる時事ネタを独り言のようにつぶやくコーナーです。今回の時事ネタは、人類初有人超音速飛行のパイロット逝去です。2020年12月7日に、元米国空軍伝説のパイロットチャック・イエーガー氏が逝去されました。97歳でした。チャック・イエーガー氏は24歳の時、ロケットエンジンを乗せた航空機ベル X-1 で高度約1万3000メートル、水平飛行の状態でマッハ 1.06 を記録。こちらの記録は人類初の有人超音速飛行になったんです。音速を超えたんですよね。実は私の大好きな映画であるライトスタッフにも主役の一人として出ているんですよ。1983年に制作された古い映画ですが、とくとご覧あれ。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。上にマーク出てお願いします。